上和7年9月13日は、平安時代初期の立州の僧、三河国の出身、東正大寺に入り、元人の弟子である女宝に指示して、戒立を修学した。815年史の情報が没した後は、東正大寺の第五世を継ぎ、翌816年立史に任じられた。827年には正宗図に承認した。830年には立州を代表して、 純な天皇に、戒律伝来収士問答三冠を選定している。834年直によって、六本衆書の一つである、戒律伝来家を先述し、さらに、東照大寺、源のるきを表して、立宗の交流に尽くした。また、元神和上三子供とを上表して、和上の遺徳堅上にも務めた。最長が、遠暦寺に、階段設置を求めた際に、 万号寺の森命と共に反対論を唱えたが、838年に延暦寺に使用院が創建された際には同志を務めている。835年には大僧津まで至った。平城上皇をはじめ苦行に菩薩会を授け、その学識、人格に学僧が運襲したと言われる。諸国に北上池を作り、農民を救済し、50頭、回廊を増留して、 東初大寺の充実を図った。一説によれば77歳で没したとされ、死後、僧侶の位が追蔵された。ありがとうございます。